高橋ひろと、6300万で契約更改。中日の高橋ひろと投手が21日、名古屋球場に隣接する選手寮昇竜館で契約更改交渉に臨み、今季年俸3500万円から2800万円アップの6300万円でサインした。大盤振る舞いやん。安すぎるわ。普通の球団なら2桁買って8000万くらいいってそう。頑張ったなドラゴンズ。元が安いしいいんじゃね。え、これに文句言うやついるの。1年目の現行でラーラー騒いでた奴ら息してる？結局はこれだけ上がるから美元なんてどうでもいいんだわ。去年の3500万でも中日にしては結構出しとるしな。小笠原の査定からすると激甘よ。すごいやん。オリアが俊平太は半分くらいしかいかんで。11敗でアップとか、さすがチュニドラ。来年 100% アップなら億超えるやん。目立つ選手には羽振り良いな。中日は規定到達すると上がるよね。小笠原がへそ曲げそうな昇級ペースやな。絶妙なラインやな。来年勝ち越して規定乗ったら億いくな。アンチがだんまりで草。あれだけ生きてたアンチどうするんや。周平とほぼ同じ年俸なんか。勝てない奴に金払うなよ。原稿や原稿。ヒロトがこれだけアップするってことは他の10敗投手もまともな査定になりそうだな。どんな査定になろうと絶対難癖つけるアホは湧いてくるだろうけど。そら当たり前やろ若手は上がるわ試合に出てたら。中日は払う金はちゃんと払うって誰か言ってたろ。ホワイトなんよ。十分だな。貯金もねえのに上げすぎなぐらいやで。実は中日の総年俸は最下位じゃないんだよな。野球やったことない素人、高橋ヒロトは課題評価。これは柳と小笠原も無難にアップだな。ご視聴ありがとうございました。